塩田知事は子ども医療費について窓口負担ゼロなどの現物給付方式の対象を課税世帯の未就学児まで広げる制度を来年4月から始めたいと発表しました。県の子ども医療費は現在住民税非課税世帯の高校生まで窓口負担ゼロなどの現物給付方式を導入しています。課税世帯の未就学児の医療費は全国で唯一窓口で負担し後日戻ってくる償還払い方式を取っています。今日の定例会見で塩田知事は課税世帯の未就学児まで現物給付方式とする制度を来年4月にも始めたいと発表しました。月に1人3000円の自己負担がありますがこれを超える額については支払いの必要がありません。この現物給付ということにいたしますと、まあ、3000円という自己負担額があればですね、そのいくらということを心配することなく、医療を受診できるということがですね、一つの大きな、安心につながることだろうというふうに思っております。中学3年生まで対象を広げるかについては引き続き検討したいと改めて述べました。